はいどうも皆さんこんばんは、いかくんです。ちょっとはいどうも皆さんこんばんはが言えなくなってきたな。ちょっとろれつが回らないんで、はい、というわけでですね、本当になんか最近カミカミだ。この辺に今日はスプラトゥーン実況やっていくんですけど、スプラトゥーン2実況ですね、2の実況。この辺にいろいろ武器があるんですけど、今回は、この傘、パラシェルターですね。まあ大体の方はね、もう、大体の実況者さんとかはこの傘やってると思うんですけど、なんかね、やっぱりね、傘、今までにないような武器が傘なんで、ちょっとこれをやっていこうかなと思います。で、試し撃ちなんかせず、買って装備します。というわけで、いきます。ありがとうございました。武器を変えたいなら、プラスカスタマイズから変えられて、変えられるでし。はい、というわけで、やっていきましょう。このまま、レギュラーマッチ。レギュラーマッチやっていきます。で、ガチマッチもできるようになりましたね。というわけで、いきます。はい、やっていきましょう。縄張りバトル。たくさん縄張りを確保しろ。そう、縄張りをね、確保したらいいんですけど。さあね、傘、パラシェルター、どんな攻撃なんかの、行きますよ。ほい。おー、まあ知ってるんですけど、前回の、あれでも、すごい、パラシェルター使ってる人もいたんで。え、なんでなんで、なんかすごい、こう振動来たんだけど。待って、カラシェルターじゃない。パラシェルターすごいよ。なんか、音がいいね。まあね、そこに、気を使うじゃなくて。やばい、なんか来た。長押ししたら傘出せるんだっけ。うわ、傘難しい。うわ、なんかすごいやってるんだけど。いけるかな。うわ、無理だ。やばいって、それは。うおー、なんか倒した。適当に、投げておきましょう。もう、なんか、雨降らしもなんか音がブワーンってなんか。いやー、傘なんか面白いね。すごい、一気に。で、長押しで傘を、なんか出せて、そのまま長押しして、なんか進むらしいんですね。行きます。ちょっとやってみましょう。せっかくだから、どっかね、いるとこ。わわわわ、なんだ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 。おお、なんか、おお、びっくりした。傘が奥で頑張ってたね。はい。ちょっと飛んでいきたいけど、ちょっと危なそうなんで、やめておきます。傘なんか、これは、塗る武器かな？倒す武器なのかな？なんかでもこう、ばらまきがなんかあるんで。塗りにも適していて、別に適してるってわけじゃないか。ほら、こっち来てみなさい。上から来るでしょ、絶対上から来るから。ほら、来た。一発当てれば。おぉ。あ、はーい、逃げる。ナイスナイス。ちょっと雨降らし。あ、そこね。はいはい。あ、ここはダメか。お、ナイス。自分じゃないけど。そうだね、ちょっとここの。あ、危なーい。危ない。おー、ちょ。いやー3人もこっちに来られたらちょっと無理だよね。でもさっき傘で防いでたよね。まあ、頑張って。ちょっと勝てるんじゃない。こういう細かいとこもね、塗って。オッケー。さあ、どういう塗りかな。あー、いや、これは勝ったね。勝ったと信じて。よし、初の傘、パラシェルターで勝ちました。50.3%。お、いい傘持ってますね。活かしてますね。お、回した。あ、この傘、なんか、こう、現実的に実写化みたいなことをしそうだね。実写化じゃないな。実物化みたいな、まあ、できそうですね。さあ、次行きましょう。
はい、縄張りバトルでやっていきましょう。たくさん縄張りを書く星と、イカタンポールで、はい、傘で、お、あれ何だったっけ、相手の、クラッシュブラスターだったかな、あんまりよくわからないんですけど、あれも使ってみたいですね。なんかね、結構いろんな実況者さんの動画、まあまあ見てるんで、まあまあって言ってもそんな見てないんですけど、それで結構名前を覚えたんですけど、おな、おー、ナイスナイス、わわわわわ、やばい、ナイスナイス、わ、傘いるじゃん、ラスト、おい、なんかわい、押しちゃった、やーやーやーやや、ほっ、いやー、ボールのマーカー、今、傘との戦いだったのに、こう、ボールドマーカーちゃうな。ゴールドマーカーって言おうとしてた。ぴょん。結構傘はね、まあ、慣れないと難しいと思う。おっ、なんか倒してった。わっと。そうだね。傘はまあ2発なんで、当てたら、当てて2発、直撃で当てると、なんか2発でこのまま傘走らしましょうか。ほら、こんな感じでいけるんですよ。で、そこにいると思うでしょ。わー、また Y 押しちゃった。ちょっと待って、 B を押そうとしてもね、 Y 押しちゃった。わお、ちょっと、これ Y を押しちゃう、ついつい今だ、いいとこってとこでね、Y 押しちゃうから、すごい失敗するんだよ。さあ、早くプロコントローラーを買いたいな。プロコントローラーも買ったら、お、ナイス！あ、ナイスじゃないね、あれは。味方だわ。もう、ジェットパック、いや、クラッシュバグル、ブラスターかい。言えなかった。やばい、どっちから行こう。こっちから行くのがいいよね。でもね、敵さんも倒した方がいいから、ちょっとこう裏取りチックに、あ、違う、もうこう塗っていこう。倒すというか、もう塗っていくのが便利。なんか味方も塗ってない？カモン押しちゃったけど、ほら、味方塗ってるよ。どっちだよ。おお、別に倒したわけではないんだ。どうだ、やばい、いや、ちょ、そう来る？うわ、ハイパープレッサーでやられたのは初めてかもしれない。いや、やられたか。はぁ、パラシェルターは、ちょっとね、ネタ武器っぽいな。ネタ武器。あ、50.2。でもさっきと似てるような気がする。でもね、傘はね、やっぱね、使いやすい。こともない。傘ね、なんか援護的な、上からの、あ、味方のね、ちょっとこう、援護？さあ、次行きましょう。よし、やっていきましょう。でね、傘はね、ちょっとじゃあ、この試合で、こう、ちょっと高いとこから味方を援護するみたいな感じで行くんで、ちょっと味方さんにね、ついていこうかなと思います。じゃあ、このチャージャー、とね、援護はせずに、カーボンローラーにしましょう。チャージャーはだいたい遠いとこから行ってるんで、カーボンローラーすごい速いんだけど。高みを目指して行こうと思ったんだけど、カーボンローラーすっごいなんか、あれどこ行った？カーボンローラー。あれか？あ、いや、あれ違う。これ違う。この人違う。わーおい、ちょっと難しいな、この武器は。なんかやられちゃってるし。わー、危ない。ちょっと、逃げよう。ちょっと、援護って言ったら全然援護、わお、援護できてない。そう、このカーボンローラー、高いとこ登りたいのに、登れないんだよね。てか、高い場所が
ないって言った方がいいかな。うわー、びっくりした。ちょっとね、カーボンローラー援護作戦ちょっとやめましょう。お、え、なになに、通信が切断されました。このエラーが何度も発生するときはお客様の通信環境が不安定になっている可能性があります。詳しくは任天堂スイッチサポートサイトをご覧ください。あれ、今ね、僕は無線 LAN でやってる、無線 LAN じゃないよ、無線 LAN か、無線でやってるんですよ。有線ではないので、まあこういうことがあるんでしょう。はい、じゃあちょっともう仕方ないんでこれで終わりにしましょうかね。はい、というわけで今日は、マカサを使ってみたんですけど、パラシェルターですね。まあ使おうと思えば使えるっていう武器かな。はい、というわけで、画面の、パソコンやスマホの方は画面の右下にチャンネル登録ボタンがあるんで、よかったらチャンネル登録お願いします。あと、説明欄の方にもチャンネル登録ボタンを、があるので、よかったらチャンネル登録お願いします。あ、そちらからでもチャンネル登録ができるので、よかったらお願いします。あと Twitter や Instagram もやってるので、よかったら、説明欄の方からフォローお願いします。というわけで皆さんも傘使ってみてね。じゃあ。